ごしょーい。ということで皆さん、結構実写の動画はお久しぶりだと思います。マロです。ということで今回はですね、多分タイトルと、間違えた、タイトルとね、サムネイルを見てもらったらね、分かる通りね、久しぶりに実家に帰りますよという、まあ、実家に帰るよっていう名古屋のブログでございます。まあね、ただいま東京にいるんですけども、まあ今からね、ちょっと明日、小屋のイベントがあるんで、まあそれに向けて、前泊、余泊、後泊、まあよくわかんないんですけど、先にね、前乗りして、行くために今からね、愛知に向かっていきたいと思います。それではね、愛しの我が子供たちに、ちょっとね、お別れを告げに行きたいと思います。行ってくるね。ハチ君行ってくるね。どうだい？寂しいかい？すごい、すっごい嫌な顔してた今。そのことだ。あ、大学くんが来た。あら、かわいいね。ちょっと、大学くん、そっちは映せないかな。そっちちょっと無理ですね。はい。あ、じゃあちょっと、ハチ君行ってくるね。かわいいね、姉ちゃんに。姉ね。ってことで、はい。でもこれ面白いのがね、こう歩くじゃん。で、これ玄関向かうんよ。俺ね、なんとこれ、大学も阻止してきます。彼どこでも来るんで。こうやって玄関来ると、大学、行っちゃうよ。大学行っちゃうよ。本当に行っちゃうよ。行きます。なんで？ということで着きました。もう地元の本当になんかもう本当に一番いい、絶対毎回地元に帰ってきたら行くその温泉施設なんですけど、なんかできてた。何これ。え、ちょっと待って。うわ、これお風呂上がり飲んだら絶対うまいやつや。これ350円高すぎない？最近のオレンジジュースって350円もするやな。見て、やばい、始まった。見て、あ、すごい。何も入ってこない、まだ。見て、やばいやばいやばい。なんだなんだなんだ、何が起きるこれ。え、なんかどうなんの？おお、いった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 。あ、1個見た。え、いく？え、1個丸ご、1個だけ。さすがに1個だけじゃないよな。もう1丁いけるよな。え、でも何もないんだけど。なんかこれどうなってんだ？あれ？これもう取れるのか、これ。あ、ちょっと自動的に開くわ。よいしょ、おお。ない。あ、あるわ。びっくりした。一緒ないかと思った。あるわ。あ、すご。すご。こんな感じなんだ。飲もう。やばくない？このドロドロさ。いただきます。すいません。いただきます。これオレンジや。マジで本当に丸々絞ってる。丸々絞ったやつが入ってるオレンジでした。じゃあもうちょっとね、この後はね、もうちょっと今気持ちよくなったんで、まあやっぱちょっとね、やっぱ温泉行った後はね、まあそこでしょって。
腹いっぱい、最高でした。おはようございます。実家に着いたということで、ちょ実家の紹介をしていきたいなと思います。まあほぼ映せないと思うんですけど、まあ、ちょっとね、まずやっぱ実家名物といったら、やっぱまずこの方紹介したいと思います。マロくん、マロくん、なぜ私の方を向いてくれないのですか。この匂いを忘れたのですか。これがマロっていう名前がついた、これが張本人です。だからまあ本家、いわゆる、俺すごい久しぶりに帰ってきたよね。え、こっち少しぐらい見てもいいんじゃない。ね、こんなにポンポン叩いてんのに、あ、気になっちゃうよね。ちょっと天君行ってみよう。天君、でもね、天君ビビリだからね、ほらもうすぐ隠れちゃうらしい。ほら、あ、もうここ。あなたでもね、ハチ君と同い年なんだよ。ほんとハチ君と全然違うね。めっちゃビビリやん。気づいたらまずい、これ実家紹介じゃなくて、これなんか猫ブログになってる。ってことで、次どこ？まあでもやっぱ原点じゃないですか？私の原点、ちょっと行きますね。ってことでですね、まあ私の原点、もうほんとここから荒野行動の実況が始まったと言っても過言ではない、まあ大事な大事な実家にある実況部屋の方に行きたいと思います。え？何これ？これ多分全面モザイクかかってると思うけど、妹の部屋になってる。母さん、俺がいなくなってから、いつから俺の部屋はなくなったの？いつから？うん。徐々に。まあそうだね、もう行くか。ちょっとじゃあこの最後ごめんなさい。全然実家パートなんもなかったな。久しぶりに実家帰りました。もう帰ってはいるけど。なんか心配。いや別に帰ってくるよ別に。うん、なんならだって半年間は愛知いたからね、最近までは。まあただ実家には本当帰ってきてなかったっていう。だって別に帰ってくることないもんな。友達と会う予定がないと愛知帰ってこないからな。でも祭り行くか。行かないと。すごい、これ久しぶりに地元の祭り来たんですけど、なんか地元がね、元 AKB の松井樹里奈さんがね、その有名で、なんかそのなんか祭り来てるらしくて、すごい大声ダイヤモンド聞こえてくる。やばくない？え？やばい、いるわ、大声ダイヤモンドしてる。やばい、松井樹里奈とツーショットしてるわ。すごっ、ここにいるで。すごっ、すごい。ちょっと待って、俺の知らない釣りがある。これいる。釣りサメ釣りじゃないんだ。ってことで、祭りといえばね、こちら買ってまいりました。ドドン、なしイエーイ。いやちょっとね、すごいわ。あ、なんかね、久しぶりに来たけど人がまず多いっていうのと、あとね、なんかね、屋台も進化してる。さっき多分チラッと見えたと思うんだけどさ、俺らの頃ってなんか当たりくじとかなんかさ、くじ引きとかなんかいろいろ射的とかあったわけやん。その中でもさ、サメくじってやつがあったんだよね。なんかそのくじの中でも、ジャンルの中でもサメくじじゃなくてイルカくじに変わってた。進化なのか退化なのか分からない。とね、あとはね、なんかね、もう最近のね、屋台のレパートリーも多くなってたね。なんかすごいいろんなのがあって、なんかびっくりしたのがアジフライとかも売ってた。まあでも牛タン売ってたりとか、なんかわかんないけどね、昔そんな豪華なもの売ってなかったなと思って、すみません、いただきます。うん、なしっす、なしっす。なのですみません、今この梨を食ったらもうすぐ会場に向かいたいと思います。
これは写していいやつですか。そうです、すごっ、八尾台で、八尾台こんな普通に駐車場に置いてあるんですね。へえ、あ、ほんとだ、すごい。八尾台、そっか、後ろが結構だよ。あ、今までの人たちの帰ってるやつがあるってことですね、いろいろと。すっご、ほんとだ、え、ほんとだ、結婚する人もいる。イベント3分前です、トイレにいます。ちょっと緊張しちゃって、ちょっとなんかだいぶね、もう人が来てたので、ちょっと今からイベントで一応ちょっとかま、え、イベントで一応かまして、え、かましていきたいと思います。イエッ、イベント終わりましたということでですね、今またトイレから動画撮っております。いやね、ほんとなんかあの建物の中入っちゃうと人がねめっちゃいるからね、ちょっと恥ずかしくて、なんかなかなか撮れなくてしているんですけど、まあ今日はね、まああのやばい、すぐでもイベントの時全然カメラ回しを言えなくて撮れてなかったけどね、イベントねマジ楽しかったです。やっぱオフイベってやっぱりなんか直接ね、そのなんかリスナーさん、まあもちろん僕のことじゃなくても、まあリスナーさん、荒野が好きなリスナーさんが集まってたんですけど、やっぱ直接ね、やっぱね元気をねたくさんもらえるんで、やっぱねちょっと楽しかったですね。あの11月ね16日あの東京でね、あのユニのポップアップあるんで、そちらの方にもね来ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいなと思ってます。いやもうね、やっぱ最高よ、会って喋るのが一番楽しい。なんだろうね、熱量がやっぱ違うからさ、なんかちょっとやっぱ俺も活動頑張ろうっていう気持ちにもやっぱねまた切り替えてなったので、今日は東京に帰ろうと思います。ということで皆さん、またね、バイバイ。ただいま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 。あ、はい、定額。寿司ね。はい、定額。はい。はい。ってことで、無事、愛知から今帰ってきたんですけど、まあ、見ましたか皆さん。うちの子たちはですね、本当に可愛いんです。てかさ、俺このなんかブログさ振り返って思ったんだけどさ、ま、あの待って、8割猫か飯じゃねえと思ったんだけど、大丈夫かなこの動画。いやまあね、基本的にね、なっちゃうんだよね。猫可愛いし、ご飯好きでご飯食べるしみたいな。けどね、まあなんかまた、いや今回は、ちょっとなんか荒野の動画っていう感じ、まあ若干ね、いや全然しないかってことですね。まあ今回はこういう感じだったんですけど、どういうのが需要あるんだろうね、わかんないけど、個人的には結構ね、なんかサウナ行ったりの旅行とかさ、温泉旅行だったりとか、まあキャンプだったりとか、まあ結構そっちはね、ちょっとマイクラのチャンネル方とかマイクラの方で結構出してるんですけど、ちょっと荒野の方でもね、なんかこういうの見てみたいなとか、もう何でもいいです。まあなんか実写がね、特に本当にそんなに出してないんで、まああんまないのかなと思って、そうだからこの動画も正直伸びなかったら多分伸びた。まあ好評だったらね、またなんか第2弾第3弾といった形で出していこうかなと思ってるんですけど、まあ何かやってほしいことがあったらぜひともねコメントをよろしくお願いします。はい、ってことでね、久しぶりの髪伸びたね、マジでこれ切りますわ。はい、ってことで皆さん、またね、いつ会えるかどうかわかんないんですけど、また次回の動画でお待ちしております。
今度の動画がいいなと思った方はぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで皆さん、また次回の動画で会いましょう。バイチャー。